阿部俊樹選手からお願いいたします。本日はこのような機会をいただき、中日球団の皆様、関係者の方々本当に感謝しております。7年間、長いようで短い間でしたが、本当にお世話になりました。来年から違う球団で野球をしますが、なんとかこちらにいいニュースを、全国ニュースに出られるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。阿部選手、ありがとうございました。続きまして、横浜 DeNA ベイスターズへの移籍が決まりました京田陽太選手よりご挨拶申し上げます。京田選手、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。まずはじめに、このような場を設けていただきました、球団関係者の皆様、本当にありがとうございました。正直、名古屋ドラゴンズから離れるのは、寂しいです。でも皆様に、活躍することで、恩返しになると思うので、また、球場で会える日を、楽しみにしています。今日一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に今シーズンも熱い